今回はこちら HGD プラスゴジラ06を、レビューしてます。でまずはこのザコキャラの、スカルクローラーですね。はい、なんかはいって感じですね。はい、はい、感じです。のコメント。はい、次が、メカゴジラですね。 2021VS コングからのメカゴジラですね。これは、結構衝撃でしたね。やっぱなんかコングが敵なのに、なんかこうメカゴジラこう途中からいきなりなんか結構いっぱい出てきて、めっちゃこれゴジラ VS メカゴジラじゃないんだと思いながら見てましたが、はい、このメカゴジラはだいぶかっこいいっすね。デジモンに出てくるなんだっけな、スカル なんとかなんかアグモンがちょっと悪くなっちゃった感じの進化をしてしまった時のデジモンに似てますね。メタルグレーモンじゃない方になっちゃった時の悪いやつ。はい、かっこいいっす。で次がコング、次がコングですね。はい、このジオラマがないと体支えられないんだっけ、確か。立つときこの石に頼ってますで最後がこちらゴジラですね。2021年バージョンのゴジラで、この背びれもちゃんとこの何、このちゃんとこのブルー、この透明感すごい美しい。でこのずっしり感といい、尻尾のこの曲がり具合といい、なんかこうどの角度からでも楽しめる感じです。はい、はい、ってことでこちら HGD プラスゴジラ06、このゴジラ VS キングコングを、メインに、ゴジラ VS キングコングのキャラクターをチョイスした、ラインナップとなっておりました。これはスカルクローラー以外は大満足でございます。なんかぶっちゃけなんかこれじゃなくてなんか違う商品出してほしかったぐらいですけれども、この3種類はだいぶかっこいいっていうかクオリティも高いので、キャラクターの存在感とか作りとかも凝ってて大満足でございます。はい、以上となります。